はいどうもフラです今日こちらのお話ししてきます。一日のクオリティは朝決まるよっていう話これについてしていこうと思います。でえーまあ、今日です、ね、あの僕は僕う反省のためにこう動画を撮ってるんですけど今日ですは、ねまあ、日本対コロンビア戦があって、まあ、朝ね5時ぐらいにちょっと起きたんですけどでもこう負けちゃったわけですよ。でそれで あのまあ、いいやって感じで、もう、せっかく朝起きたのに、みたいな感じで,で、負けちゃったからも、もういいや、だらだらしよう、みたいな感じで、ね、寝ちゃったりとか、そこからまた二度寝しちゃったりとか、そこからちょっとね、起きてからも、ちょっとね、携帯見ながら、寝ながらやってたりとか、やっぱそういうことをしてたわけですよ。で、まあ、そういうふうにね、あの試合にまね日本代表が試合に負けて、それで動かされる、自分の感情もどうかと思うんですけど、あのでも、こう、だらだらしちゃったんですねで。で、その後の今日の午後も、こう、本当にパソコン、ね、こう、 家でこういじってたんですけど、やっぱりこうなん変な、ね、YouTube の,この横に出てる動画見ちゃったりとか、本当になんかこう余分なことをしていて、で今日一日は何もやってなかったなとうう思うんですよね。で今日の,この自分の反省から何が言えるかっていうと、この一日の基準、一日のクオリティっていうのは、もう朝どれだけしっかりバシッともうやれるかによって決まるってことです。もうこれ絶対だから本当に 朝しっかりなんかねこういう習慣つけて例えばトレーニングをしたりだったりとか、まあ、水を飲んだりとか、うん、はたまたまあ瞑想したり何でもいいと思うんですけどしっかりなんかこう自分の中で朝決めてそう習慣を決めてやっぱやるってことがすごく大切だと思うんですよねで僕もこう以前あのちょっと前まではあのココイチのこう創業者の人がねこう毎朝こうゴミ拾いやってるんで僕もこれ一緒にやろうかなって感じで、まあ、やってた時期あったんですよねで あのまあ、ちょっと遠いんでねお金出さないとあのいけないからちょっと今はあのちょっとね,やめちょっとねあの今はちょっとやめてる部分あるんですけどやっぱそれをやった時っていうのは朝本当にまに6時に起きて電車に乗っていってで朝7時から8時までゴミ拾いするわけですよ1時間でそれを8時から終わってねでそっからもう カフェに、ね、次スターバックスに行って僕はこうパソコンをカチカチやってたんですけどもうその時の集中力っていうのはもう尋常じゃないんですよねこうバシバシバシってこうもうほんにもう鬼のようにこうタイピングしてこうできる感じだったんですよねでそれであの昼ご飯食べてからもちょっとバンね別のところに移動してでもそれでもすごく集中できるんですよ朝ねそのしっかりやってるからやっぱゴミ拾いとか、うん、それを本当にしっかりやってる時っていうのはもう本当にものすごい集中力っていうのが自分の中に出ました 本当に、あの、やっぱね、すべて基準って、やっぱ何でもそうなんで、ね、付き合った人もそうですよね。例えば、最初の人がすごくなんかいい人で、なんかね、あなたにこう、プレゼントをすごくね、渡してくれるような、なんか手紙つきでね、そういう人とね、こう付き合ってて、で、次の付き合った人が、なんかもう適当に、なんか、誕生日のときに、うんな、じゃあ、なんか、はい、これとか言って、あの、<laughs> なんか、適当に駄菓子屋で買ってきたお菓子とか渡されても、ね、同じプレゼント、な,なんだこいつはってなりますよね。そう。 だから、本当に何かっていうと、基準っていうのが、最初にう付き合った人がやっぱできてるから、そういうふうに、後の人がなんか、なんか、ちょっと変なふうに思えちゃうわけですよね。うん。変なふうじゃないと思うんですけど、でも本当にこう、基準ってやっぱこう最初に決まるっていうのが、こういう原理原則っていうのがあるんで、一日の中で、やっぱ朝、それをしっかり過ごすことによって、やっぱクオリティっていうのが全然違ってくるので、ぜひこの朝の習慣っていうのを、ぜひ体験し,してもらいたいと思います。えありがとうございました。